せーの、魂ソング。はい、どうも、愛坂の西と。今年もバレンタイン、お母さんからの一個だけでした。ひろまです。今年やろね、まあ、今年勝負ですね。今年の活躍次第では年末にね、ここにビデオがいるかもしれない。かわいいなって言いながら、あの、ひろがいくんもね、あの、個人チャンネルを、はい、解説ということでやりました。ひろがいチューブです。ひろがいチューブ、あの、じゃあそちらもね、ぜひチャンネル登録していただいて。そちらは何をするんですか？自分の日常をあげながら、まあ、自分の裸芸を見せていきたいと思います。広告は関係ないと。広告関係ないと、もう皆さんを楽しませれればそれでいいと。今日はですね、はい、我々初の試みであるある企画をやろうじゃないかということで、スパイクレビューでございます。レビューついに来ました。レビューマジでスパイクレビューデビューってことで。はい、ということで、はい、今日はですね、はい、まあ僕なんですけども、はい、スパイクを買ったというより、まあ後輩から奪い取ったもらいました。あの、後輩がね、なんかいらないスパイク、新品をね、くれるということで、あの、僕ね、いつもモレリアネオンを履いてるんですよね、大学の時から。基本水野を履いてて、今日はその水野さんのあるものをね、紹介しようじゃないかということで、上に、上見たらなんか落ちてくるらしいんだけど、絶対眩しいっすね。眩しいな。はい、おっ、もうそっちで。はい、ということで、今日紹介するのはですね、こちら。レビュラカップエリートでございます。おー、初めて聞いた。まあ、モデルとしては、はい、結構あの2年前か3年前ぐらいのモデルで、はいはい、最近ね新しいやつが出たんですけど、まあ、ポイントじゃあ先に言うと、全クラス対応、 HG、AG、FG 全対応だし、最強最強、マジ最強っていただければ分かると思うんですけど、すっげえこうボコボコしてるわけですよ。はいはいはい。これがもう構成とタッチを可能にする。かっこいい。かっこいいですね。で、まああの誰が履いてるかって言ったら、今の日本代表で言ったら吉田麻也さん。ああ、確かに水野好きそうです。好きっていうか好きとかじゃないけど、まあ契約されてね、はい、履いてらっしゃるんですけど、このねモデルはちょっとジャパンモデルではないんですけど、まあでもジャパンモデルとね引きを取らないぐらい。ちょっと今日はこれを履いてねレビューしていこうかなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。おう、まあでもすごい履き心地すごいよ、柔らかい。本当ですか？うん、なんかすごい包み込んでくれる。おお、表現の仕方がちょっとやな。やっぱ愛情に包み込まれてる。まあ童貞にはわからない。全くわかりません。愛情って何って感じですもんね。いやでも本当にいいね、かっこいい。そもそも青が好きなんですよ。白か青か黒が好きで、いっぱいあるよ。あれ青が好き。かっこいい、かっこいい、かっこよくね。スパイクかっこいいけど、スパイクかっこいいけど残念。残念賞ということで。はい、よし、じゃあ最初にちょっとパスやっていこうかな。いや止まる。え、いつも止まらんのに。技術をねこうやってこう補ってくれる。いやでもタッチした感じはすごい柔らかい。じゃあ次ちょっとねドリブルしてボールタッチの感覚をちょっとやっていこうかなと思います。あ、でもタッチしやすい、吸い付くね。ほらほらほら、えぐい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 、もっと滑り上げて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 、滑り上げて、もっと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 もめちゃくちゃいい、めちゃくちゃ切りやすい、これ切りやすい。
ちょっとはい、我々のねちょっと儀式をねちょっと忘れてたんで、リゼムやったらシュートで、レガテだったらドリブル、まあ我々はまあディフェンスチャンネルなんで、ゲーはい、じゃあ最後シュートやっていきたいと思います。じゃあ5本で勝負するか、あれでしょ、負けはじゃあラーメンおごりで、めちゃくちゃラーメン好きさ。だからこの前三日月ラーメン食べて。じゃあ5本勝負。いきます。何点決めたらとか決めてなかったからあれじゃない？やばいやばいやばい。何点？まあやり直し。じゃあ5本中3点決めたらということで、まあじゃあ5、1からやっていきたいと思います。やってる。怖っ。いきます。アワー。はい、これも外したら終わりやん。クリシート。いきます。やばいぞ。言ったね。いきます。うわ逆取ったと思ったのに。シャー、あと1本。止めよう止めよう止めよう。まあ勝敗はついたんですけど、じゃあシュート練習していきたいと思います。ラーメンラーメン、はい、ということで勝負はもうついたんですけど、ちょっと最後シュート練習やっていきたいと思います。OK。 スーパー、はい、ということでスパイクレビューしていきました。はい、まあ本当にねめっちゃ蹴りやすい、ちょっとだいぶふざけましたけど、はい、僕が直接すぎました、すいません。でも本当にねタッチしやすいし柔らかい、本当にカンガルーレザーなんで、ちょっと紹介するの忘れてたんですけど、それカンガルーなんで、めちゃくちゃ本当に蹴りやすい、ぜひミズノでおすすめなので、ぜひ皆さん履いてみてください。またスパイクを買ったり、ヒノカイがグローブとか、はい、買ったらこれはあんま良くない良くない、これはね、レビューしていこうと思うので、はい、ぜひ、また楽しみにしていただければなと思います。あとバレンタインチョコまだ待ってますので、皆さんお送りください。じゃあ、はい、また、はい、次の動画で会いましょう。Adiós.